八丈岩駅は、岐阜県伊比郡伊比川町にあった名古屋鉄道伊比線の駅である。駅名の八丈岩は、駅の近くにある権ン,ン山の中原にある大岩の名称である。当駅は1928年、伊比線の前身である、三ノ電気軌道が、黒野駅から、伊比方面へ向かう路線を延伸した際に開業した。 ところが開業から15年ほどで休止され、そのまま復活することなく廃駅となった。八丈岩に関しては、や社外家にまつわる伝説がある。伊比川の上流に住む竜人との約束により、美濃国湾八軍平野省の軍事の安八、大優安次の娘は、竜人のもとに嫁ぐこととなった。娘は若者に姿を変えた龍人に連れられて、伊比川上流の池へたどり着いた。 しかし、竜神にはすでに本妻がいたのである。娘を見た本妻は激怒し、おろちに姿を変えて池から飛び出し、八丈岩の真下の穴に潜ってしまう。そして、娘がアンパチに里帰りに行く際、この近くを通るならば、岩を落として押し潰してやる。と言ったという。娘が里帰りすることはなかったが、アンパチ大優安次の子孫がヤ社外家に行くときは、 この八丈岩の近くは通らないという。別の伝承では、嫉妬にクルーニー女がいて、片方のシカバネラがもう片方の野車を八丈岩で襲うと伝わる。また、シカバネラが住む白石山の洞窟の池は竜宮に続くという。鉄道停車場一覧。昭和12年10月1日現在、国立国会図書館デジタルコレクション2019年2月9日。 閲覧。国土地理院、五万地形図、大垣、1930年鉄保版、営業休止時は、伊比郡清水村、地方鉄道運輸開始、官報1928年12月27日、ABCD、岐阜のちん電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ。 ISBN4 から876700974。ABC 今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、53ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。ABC 徳田光一、名鉄600ボルト線の配線を歩く席別の、岐阜線と空港線誕生 JTB パブリッシング。 JTBE ャンブックス k 2005年144ページ ISBN 978から4から533058837名阪近鉄バス路線系東図と沿線案内伊比川町2017年5月18日閲覧マルチメディア平成風土期岐阜現在は石原製を名乗っており神戸町に健在自宅内に ヤ社堂がある。各地のヤ社ケチ伝説州白石の里。ありがとうございます。